でも、要は、目に見えてるものが本当なのかっていうところだよねって話そだ。こなんですよ、そうだ結ね。局は。だから結局、な、自分が見てる目の目線、目で見てるものが本当にそれが本当に存在するものなのかって、そのまま物理法則のそこから入ってくるって話。だからね、そういうふうに考えていくとな、まあ人間みたいなもん持ったり、犬さん持ったり、猫さんとか牛さんとか馬さんとかおるわけやん。ほんで、虫さんとかおるやん。ムカデさんとかな。で、鳥さんとか、いろんなおるわけやんか。やのに、宇宙人っぽいのが地球の中におらんはずがないっていう方が正しいやと思うんですよ、俺。そんなことありえんやろ。ありえあないでれ、す不ね。思議やぞ、ムカデさんとか。エビとかな。と、果ては鳥？空飛ぶわけでしょ？そこまでなんかいろんな生態系があるのに、いや、それは宇宙人みたいな、コロボックルみたいな小人持ったり、あと巨大巨人みたいなやつとかな、それ地底人とかおって当たり前やと思う、それ。それは隠されてるだけというかな。まあ出てくるやろうけどな、トランプが出てくる。南極にこんなやつおるとかな。あ、いや、それの方が普通、考え方としては。そうね、考え方するかもしれないそうでしね。ょ？ただ、我々が、その、教え込まれてるこんなもんですよ、みたいな。これ、箱庭ですわ、箱庭。箱庭としては見えてるもんだけが全てみたいな。違うかなと思うよ、これ。なるほどね。理で、屈ながる分かる。と、解放やな、これ。解放。なんか話またずれていった。ずれてるね、めんね。今日もこんな話好きな人おると思うねんな、多相変わらずまたずれて解放。まあ、結局、なんだろうな。自己って、あのね、じゃちょっと切り口変えるとね。分。今日でもこれこんな好きな人おるから、まっちゃん、私も地球は丸くないと思ってるのよ、みたいな人何人かおると思う。手挙げてると思そうもそも、じゃあ、ちょっともう一回自己成長の方に戻すけど、人間それぞれみんな、コンプレックスが仮にあるという仮定においては全くない人はいないわけだから、いろいろとあるわけだから、よ。いや、今日の話楽しいな。